座りましょう。ピラティス入っていきますけれども、ピラティスの名前、それから効果、どこがターゲットの筋肉か、そして動きと呼吸を説明してから皆さんにやっていただく形になります。ピラティスは胸式呼吸です。鼻から吸って口から吐きます。鼻から吸って口からと吐いていきます。でお腹が膨らむことは一度もないです。ちょっとお見せするので見てくださいね。まず仰向けのポジション、スーパーインポジションと言います。膝立てて腰幅、背骨まっすぐにして、両手は皆さんお腹の上に置いてもらいますが、私はちょっと今ここに伏せますね。この辺見ててください。お腹は膨らむことないです。酸素はここに入れる、胸に入れるイメージです。鼻から吸って口から吐き出していきます。ここがこういうふうに動くことはピラティスが一度もないです。お腹をクッとへこませた状態、この状態で後ろですね、こちらにだけ吐いて、まずこのちょっと呼吸の練習をしましょう。それでは皆さん仰向けになりましょう。すごい、はい、肩を倒して、ね、膝立てます。足腰幅に開きます。もうちょっと狭めるよ。つま先パラレルにして肩首リラックス。はい、両手お腹の上に置いてください。お腹キュッとへこませて、はい、鼻から吸って、はい、口から吐きます。もう一度鼻から吸って、口から吐きます。深く長く吐いていきましょう。もう一度鼻からたっぷり吸って、はい、口から吐きます。